比較 n ーアンダーライン IINZMVS 米津犬誌ガラクタビルボードチャートを賑わす2曲を徹底比較 n ーアンダーライン I の INZM がビルボードジャパンのダウンロードソングチャートで首位デビューを果たしたというニュースは2024年の音楽シーンにおいて一つの重要な瞬間を象徴しています特にこの曲がどのようにしてリスナーの心を捉えたのか またなぜその人気がこれほどまでに急速に広がったのかを掘り下げてみましょう。まず、INZM が注目される理由の一つには、楽曲の背景にあるストーリー性が挙げられます。この曲は、ナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーである神宮寺雄太がプロデュースを務めたリードトラックであり、9月にリリース予定のファーストアルバム、No.I に収録される予定です。神宮寺がプロデュースを担当したことで、 彼の個人的な体験や感情が曲に強く反映されており、その深いメッセージ性がファンの間で大きな共感を呼んでいます。リリースされたばかりにもかかわらず、先読みの段階から首位を独走し続け、最終的には2位に大差をつけてトップを獲得したのも、この共感力が大きく寄与していると言えるでしょう。また、INZM の成功の背景には、デジタル時代におけるプロモーション戦略の巧妙さも見逃せません。 ナンバーアンダーラインアイは SNS や YouTube などを活用してリリース前からファンとのエンゲージメントを深めてきました特にティーザー映像やメンバー個々のメッセージ動画が SNS で大きな話題を呼びリリースへの期待感を高める効果を生み出しましたこのようにファンとの密接なコミュニケーションを通じて彼らは曲に対する思い入れを強めその結果ダウンロード数の急増につながったと考えられます さらに、楽曲そのもののクオリティも、当然ながら大きな成功要因の一つです。INZM は、エネルギッシュでありながらもどこか儚さを感じさせるメロディーラインが特徴で、歌詞もまた深い意味を持っています。この曲は、聴く者の心に訴えかける力を持ち、日常の喧騒から一瞬でも逃れたいと思う人々にとっては、その感情を代弁してくれるような存在になっています。特に、 日本の音楽シーンにおいて、若者たちが抱える現代的な悩みや不安をテーマにした楽曲が多く支持される中で、INZM もまた、その流れを組んだ作品として受け入れられているのです。このような背景を踏まえると、No.1 の今後の展開にも大いに期待が寄せられています。彼らのデビューアルバム、No.I がどのような評価を受けるのか、そして次にどのような楽曲がリリースされるのか。 ファンのみならず音楽業界全体が注目している状況です。また、神宮寺雄太のプロデュース能力が再び発揮されることになるのか、他のメンバーがどのような役割を果たしていくのかといった点にも関心が集まっています。この成功の裏には、もちろん彼ら自身の才能や努力だけでなく、チーム全体の綿密な戦略がありました。楽曲制作からプロモーションに至るまで、一貫したビジョンが共有されており、 それが、INZM のような大ヒットを生む原動力となりました。ナンバーアンダーラインアイの成功は、現代の音楽業界における新たな成功モデルの一つとして、多くのアーティストやプロデューサーにとっても参考になるでしょう。他方で、米津玄氏のガラクターが同じ週にチャートインし、2位にランクインしたことも見逃せません。米津玄氏は、すでに日本の音楽シーンで確固たる地位を築いており、 彼の新作がどのようにリスナーに受け入れられるかは常に注目の的です。ガラクターは彼のシックススアルバム「ロストコーナー」に収録されている楽曲で、映画「ラストマイル」の主題歌としても使用されています。米津玄師の独特な音楽スタイルと映像作品とのコラボレーションが、この楽曲にさらなる深みを与えており、今後も長期間にわたってチャートを賑わせることが予想されます。また 同州には Mrs.GreenApple のファミリーも3位にランクインしており、彼らの人気の持続力も印象的です。特にライラックもトップ10入りしていることから、彼らが安定したファンベースを持っていることが伺えます。Mrs.GreenApple は、エモーショナルでありながらポップな要素を兼ね備えた楽曲で、多くのリスナーに愛されており、今後も彼らの活動から目が離せません。さらに注目すべきは、 新口世の眩しい未来が初登場で4位にランクインしたことです。このユニットは草薙剛と香取慎吾という元スマップのメンバーから構成されており、そのファン層の広さが伺えます。彼らの楽曲は懐かしさと新しさが絶妙に融合しており、特に長年のファンにとっては感慨深い作品となっています。また、稲垣五郎のソロ新曲シーズンズも6位にランクインしており、 元スマップメンバーたちの音楽活動が依然として多くの注目を集めていることがわかります。彼らは、それぞれの個性を生かしつつ、音楽シーンでの新たな挑戦を続けており、その結果が今回のチャートに反映されています。このように、2024年8月のビルボードジャパンダウンロードソングチャートは、非常に多様で魅力的な楽曲が数多くランクインしており、各アーティストの個性や音楽性が際立っています。 ナンンバーアンダーアダインア i の INZM をはじめ各アーティストがそれぞれのスタイルでファンの心を捉えチャートを彩っています。これからの日本の音楽シーンがどのように進化していくのか非常に楽しみです。現代の音楽市場はデジタル化が進む中でますます競争が激しくなっています。アーティストたちはただ楽曲を制作するだけでなく どのようにしてその楽曲を届けるかという戦略がますます重要になってきています。ナンンバーアンダーアダラインアイが INZM で見せたように、SNS を活用したファンとのコミュニケーションや、リリース前の期待感を高めるためのプロモーション戦略は、今後も成功の鍵となるでしょう。また、楽曲自体のクオリティもさることながら、アーティストの個性やメッセージ性がより一層重要視される時代に突入しています。 ファンは単に音楽を聴くだけでなく、その背景にあるストーリーやアーティストの思いにも共感することで、より深い結びつきを感じています。これは、音楽が単なる娯楽を超え、リスナーの生活や感情に寄り添う存在となっていることを示しています。今後、ナンバーアンダーライン愛を含む多くのアーティストたちがどのようにしてその個性を表現し、リスナーとの絆を深めていくのか、非常に興味深いところです。 音楽業界が変化し続ける中で、彼らがどのようにしてその変化に対応し、新たな成功を収めるのか、期待が高まります。そして、リスナーとしても、その過程を見守り、楽しむことができるのは非常に幸運なことです。最後に、これらの成功の背後には、アーティストだけでなく、彼らを支える多くのスタッフやファンの存在があることを忘れてはなりません。 音楽は一人で作り上げられるものではなく、多くの人々の協力と努力の結晶です。今後も、彼らの活動が多くの人々に喜びと感動を与え続けることを願っています。そして、次にどのような音楽が生まれ、私たちの心を揺さぶるのか、楽しみにしていましょう。